入口品川シーズンテラスは東京都港区港南一丁目にある地上三十二階、地下一階、地上高百四十四メートルの超高層ビル。東京都が下水処理場、芝浦水再生センターを改修する際にその上部に借地権を設定。これを NTT 都市開発を中心に大成建設やヒューリックに加えて東京都の第三セクターである 東京都市開発が参画するグループが2009年に落札した。期間は30年間で約864億円で落札した。なお、この借地権料は現金ではなく完成したビルの持ち分を取得する形を取ったため、ビル全体の約半分を東京都が取得する形になった。この東京都の持ち分のうち約60%は 事務所として賃貸に回すことになったため、初年度で約26億円の収益を確保し、下水道事業の運営経費の一部として充当されることになった。地下には幅約110メートル、長さ約84メートルで、高さが約17メートル、約22メートルの貯留地が、事業費約133億円を投じて建設され、 約7万6千立方メートルの雨水などを貯めることが可能となっている。この貯留地の上に作られた人工地盤に地上32階、地下1階建ての超高層ビルが建設された。こうした下水処理場の上に建設されている構造を活かして外気に比べて安定的な温度となっている下水の熱を利用した空調を導入しているほか屋上に 可動式の鏡を設置して吹き抜け空間を通じて各階に自然光を取り込むことで照明の使用量を抑えるなど自然エネルギーを活用した省エネルギーシステムが建設時から導入された。また、ビルの前の人工地盤上には約3.5ヘクタールの緑地が整備された。ビルの1階から3階に設けられた商業施設には 開業時には飲食店を中心とする21店舗が入居した。5階以上のフロアはオフィス向けのフロアとなっている。オフィスの基準階はフロア面積約1500坪。免震構造を採用し、貯水タンクや再生水利用、非常用発電機などの設備を備え、ライフラインの途絶時にもビル機能の一部を72時間程度維持することを目指している。ありがとうございます。